私のハッピーポイントをお話しいたします。今日のすみれ組さんではお外がとても天気が良かったので今日はお外に出て遊んでいきました。ブランコで遊ぶお友達や滑り台で遊ぶお友達もいたんですけれども、最近本当にすごく大人数で遊ぶことが増えてお友達同士仲良く関わることができていて、今日は鬼ごっこをしたりだとか、あとはかくれんぼをしたりしてみんなで楽しく遊んでいきました。ある男の子は鬼ごっこをしていて、こう友達と追いかけっこをしていたんですけど、先生も一緒にやろうって言ってこうみんなで楽しく遊んでいったんですけど、その後にはこう地面に丸を描いてこうケンケンパをしたりとかして、すごくみんなで楽しく遊ぶことができて私もとても嬉しくなりました。で、今日は給食にきつねうどんが出たんですけれども、すみれさんうどんが好きな子がすごく多くって、もうペロリとみんな完食してしまって、みんなですごくおいしいねって言って、楽しく今日給食も食べることができてとても嬉しかったです。で、また月曜日からはお遊戯会の練習も、もうお遊戯会もどんどん迫ってきているので、みんなで楽しくお遊戯会の練習を行っていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。